ジャーマンピンシャー、ジャーマンピンシャーとは、ドイツ原産のピンシャー犬種の一つである。単に、ピンシャーと呼ばれることもあり、ドイツ語読みで、ドイチャーピミシャーと呼ばれることもある。別名は、スタンダードピンシャー。ピンシャーの由来については、英語のピンチ、フランス語のピンサー、つまり、つまむに由来するとする説とオーストリアの地名、ピンスガンからではないかとする説がある。 二匹のジャーマンピンシャー追いたちはよくわかっていないが少なくとも1884年には犬種として存在していたスタンダードシュナウザーとは兄弟関係がある主にネズミを駆除するのが本種の役割で狩猟能力の高さから広く刺激犬として人気があった古くから存在する犬種ではあるが 英国などの原産国外で犬種として認められたのは19世紀のことである。ジャーマンピンシャーはミニチュアピンシャーとドーベルマンの先祖にもなった犬種である。なお、時に本種はミニチュアドーベルマンピンシャーと呼ばれることもあるが、これは大きな誤りである。なぜなら、犬種にサイズ階級の名前を付けるときは、先に生まれた品種、つまり、 原種の方を基準として子孫種のサイズを比較した名前を付けることがルールとなっているためである。それゆえ、実際のところは、ドーベルマンの方が本種から生まれた子孫であるため、そちらをジャイアントピンシャーと呼ぶ方が理にかなっているとも言うことができる。ただし、ドーベルマンをその名で呼ぶ者は誰もおらず、あくまでジャーマンピンシャーを ミニチュアドーベルマンピンシャーと呼ぶのがおかしいということを示すためのことであるので本当の別名だと思って混同しないよう注意が必要である。ジャーマンピンシャーとミニチュアピンシャーの絵第二次世界大戦が起こった際には戦火を大きくかぶって頭数が激減しほぼ絶滅の状態に陥った。しかし1958年になると 西ドイツで再生プロジェクトが発足し、4頭のオーバーサイズのミニチュアピンシャーと、クラブのメンバーが東ドイツから命がけで密輸した1頭の純血のジャーマンピンシャーの計5頭を基礎として荒廃させることで剣士として復活することができた。現在のジャーマンピンシャーはすべてこの5頭の血筋である。現在ジャーマンピンシャーは目立った人気が出ることもなく、また、 見放されることもなく、安定した人気を保っている。頭数は、世界的には少ないが、ドイツ以外でも刺激剣や、小ドッグ、ペットとして飼育されている。日本でもほぼ毎年国内登録が行われているが、大抵登録頭数順位は最下位である。断耳、断をされていない、ブラック&、タンジャーマンピンシャー無駄のない筋肉質で引き締まった、体つきをしている。 サイトハウンドほどではないが、マズル首、足、尾が長い。元々の刺激柄により顎の力は強靭で子犬の、頃はよく甘髪をするが、他の多くの剣士と同様に聖剣になれば噛み癖も、自然と治るのであまり噛みつき剣になる心配はない。額には少しシワが寄っていて、耳は、ン垂れ耳、尾は、飾り気のない先細りの垂れを。しかし、耳は、 断耳して立たせ、おは短く断をされることもある。これはもともと、消毒具として、外見を整えるためにでなく、ネズミに噛まれたり、傷口が生んで感染症にかかることを防ぐために、行われていた、処置の名残である。コートは、艶や,やかなスムースコートで、毛色は、ブラックアンドタン、イザベル＆アンドタン、タンの単色。ドーベルマンと同じく、稀にブルーアンドタミヤ。 フォンタンの子犬も生まれるが、あまり犬種基準としては、好ましくないとされる。ただし、ペットや実用犬として飼う分には、全く問題がない。体高45から50センチメートル、体重11から16キログラムの中型犬で、性格は陽気で従順、遊ぶことが大好きである。家族には優しくなれっこく、それ以外の人や犬も、家族に対して、 有効的な態度を取るものであれば仲良く接する。ただし、シャギコートの小型犬や月シメの動物を見ると、狩猟本能の引き金を引かれるので、一緒にするべきではない。寒さには、あまり強くないので、寒い日や、陶器の散歩の際には洋服を着せることが推薦される。運動量は多めで、かかりやすい病気は運動のしすぎによる、関節系の疾患などがある。 ありがとうございます。